宇都宮文政短期大学は、栃木県宇都宮市場5歳4の8の15日本部を、置く日本の私立大学である。1989年に設置された、学校法人宇都宮学園は、短大跡地について2024年4月に、専門学校を創設することを検討している。学科学科の編成専攻科別科取得資格について、 大学関係者 ABCDE 宇都宮文生、短大、廃止へ、定員割れ続き、来春から、学生の募集停止東京新聞、2021年2月17日、閲覧。1990年度版、総欄56ページ1991年度版、総欄56ページ1992年度版、総欄57ページ1993年度版、 相五58ページ、短大形設190ページには、男97、女494と表記されている。1994年度版、相乱60ページ1995年度版、相六62ページ1996年度版、相六64ページ1997年度版、相六65ページ1998年度版、 総欄67ページ1999年度版、総欄59ページ募集停止。2000年度版、総欄62ページ、99全国短期大学案内 P166 より、放送大学平成28年度単位互換案内。ありがとうございます。